今回は紅茶のシフォンケーキを作っていきます。前にも言ったかもしれないんですけど、本当にお菓子作り苦手なんです。これまで作ってきたようなおかず系の料理は分量とか材料が違ってもそんなに支障がないんです。ただお菓子って 1g が命じゃないですか。だから今回は厳密に測って材料用意しました。細かく測るとかがあんまり得意じゃないから、お菓子作りもあんまり得意じゃないのかもしれないですね。アールグレイの準備ができたら、次は卵黄を入れて、その後少しずつ砂糖を入れてからサラダ油を入れていきます。お菓子作りが苦手って言ってて、なんで今回シフォンケーキを作ろうかなって思ったかっていうと、2ヶ月に1回ぐらい会ってる高校の友達がいるんですけど、その子とこの間すっごい美味しい韓国料理屋さんに行ったんですね。その時に普通の料理もいいけどお菓子もいいんじゃないっていう風にアドバイスをもらって、自分の意思じゃ絶対にやらないと思ったので今回挑戦してみました。友達と行く韓国料理屋さんが本当に美味しくて、この間も違うお店に行くのを考えて、結局あの韓国料理屋さんに行きたいねっていう風になって行ったっていうくらい美味しいお店です。韓国料理といったら新大久保が思いつくと思うんですけど、これ新大久保じゃないんですよ。近々また行きたいと思います。薄力粉とベーキングパウダーをふるって入れていきます。この動画の1個前に出した妹と鍋をしている動画は見ていただけたでしょうか。動画を公開する前に妹と一緒に動画を確認したんですけど、出てる本人たちは超面白くて、でも相当身内受けなんじゃないかっていう風に思ってたんですけど、どうでしたかね。また近々やろうと思います。2人で楽しめそうなパーティー系のメニュー知ってる方いれば教えてください。タコパはなしでお願いします。そういえばこの間知り合いの舞台を見に行ったんですね。主人公が俳優さんを推してる女の人で、もうただの推しっていうかリアコみたいな感じになってる役で、完全に沼にはまってるみたいな役だったんですよ。出し飛んじゃうんですけど、ここでさっき煮出しておいたアールグレイを一緒に入れます。まあ、そこまで現実で沼にはまったことはないんですけど、推しがいるってめっちゃ楽しいよなっていうのを思い出しました。推しができると行動力とか半端なくなるじゃないですか。そういうオタクの姿を舞台で客観的に見て、ああわかるなーって共感したり、ちょっと危ない行動だなーとか思ったりしました。ここで先にオーブンを180度予熱で温めておきます。次に卵白に少しずつ砂糖を入れてミキサーで泡立てていきます。さっきの舞台の話に戻ると、知り合いの子がすごい堂々と頑張ってたなっていうのを見れて、それが一番嬉しかったです。このハンドミキサー使うとすごいバレンタインを思い出すんですけど、女の子は共感できるんじゃないですか。吹奏楽部に入ってたので部員が多いわけですよ。大量のバレンタインのお菓子を作るために夜中に騒がしくハンドミキサーを使ってお菓子を作ってたのを思い出します。もうあんなに大量にお菓子を作る機会もないので、今思えばすごい懐かしい行事というか特有の行事ですよね。角が立つぐらいまで泡立てたら、さっきのアールグレイのボウルに入れます。やっぱりバレンタインはメンズたちはドキドキするもんなんですかね。なんかメンズ側のドキドキをちょっと味わってみたかったなっていう気持ちがあります。
学生の時のバレンタインの重みと大人になってからのバレンタインって多少違うと思うので、学生の皆さんはバレンタイン楽しんだ方がいいかなって思います。誰だよって感じだけど、型に入れていきます。シフォンケーキを作る時って真ん中がこう筒状に抜けたような型が一般的なのかなって思うんですけど、うちにはそれがないっていうことでね、仕方なく普通のケーキとかで使うような型を今回は使っていきます。空気を抜いて均等にしてからオーブンで30分焼いていきます。もうここまで来たらあとはうまく焼けてくれって祈るぐらいです。メレンゲを作るところぐらいが大変だったくらいで、あとは意外とそんなに時間かからずできました。10分ぐらい焼いたところでだんだん表面が焦げてくるので、まあ様子を見つつアルミホイルをかぶせるといいと思います。ご時世的にもバレンタインとか手作りでやるの難しいのか、まあでも私は正直お菓子を大量に作るのって大変だしめんどくさいじゃないですか。だから一概にいいなとも残念だなとも言えないですね。完成したのがこんな感じです。アルミホイルを乗せてたせいで表面がちょっと剥げちゃったところもあるんですけど、中までしっかり焼けていました。困ったのがここからで、どうやって型から抜くんっていう、高さのあるものを下に置いて型を下に引っ張ったんですけど、下に置いた器が絶妙な高さすぎて型から抜いた後もどうやって取るんっていう状態になっちゃいました。なんとか取り出して下のお皿も剥がして、こちらのシフォンケーキの完成です。苦手なりには頑張って作れたかなって思います。伸びしろがありそうなシフォンケーキができました。今回のエプロンはザ・幼稚園の先生っていう感じのアンパンマンのエプロンです。アンパンマンのエプロンにしては珍しい、SL マンがメインなんじゃないかっていう、そんなエプロンです。ご視聴いただきありがとうございました。また次も見てください。バイバーイ。